画面の前の皆様、こんにちは。Mr.B.Q でございます。デッドバイデイライト i g h t 6.5.0アップデートのパッチノート見ていきましょう。新要素新規のゲームのイベント月明かりの巣穴が午前3時から新しいアーカイブが明日の午前1時から来ます。新要素として生存者のアクション表示。生存者は 画面で各生存者のアイコンの横に、現在何をしているのかが表示されるようになったと。これに関しては PTB と同じですね。で、この前、おとといかなおとといかなんかに、このね、アクション表示プラスで発電機の修理進捗も表示しますみたいなアナウンスがあったんですが、それはね、将来的にと。 というわけで、今回のアップデートではなしということになっております。で、アクション表示は発電機修理、治療手当、殺人機の追跡、トーテムの浄化、脱出ゲート解放、そして固有アクションに対応中という感じの6つかな。6つがアクション表示されると。そして殺人機のマッチ評価が変更されると。これに関しては、 ま、ピップまあ、グレードに紐づく、えーまあ、ピップとかね、エンブレム評価とはまた別で、まあ、エンティティが植えている残忍な殺人鬼、冷酷な殺人鬼、無慈悲な殺人鬼というような、えーまあ、マッチのね、評価ですね。えー、だけが変更されると、えー、いうことになっております。これによってね、えー、まあえー、熟練実績とかね、まあ、4人倒しても冷酷しか取れなかったからダメだったみたいな、 えー、まあ、ことがなくなると、えー、いうことになっております。えー、で、マッチングマッチ中のゲームフローが改善すると。えー、で、このマッチングマッチ中に、まあ、ストアとかアーカイブ、デイリーリチャルを見ることができるようになりましたよと。えー、で、また、殺人鬼っていう、今は、えー、マッチングマッチ中に変えれないんですけど、選んでない殺人鬼のね、まあ、ロードアウトの変更とか、えー、まあ、カスタマイズができるようになったと。まあ、ただし、えー、まあ、実際にね、え、マッチに行くのは、マッチ開始時に、えー、押したキラーと。 いうことになっております。こういう便利になるのはいいと思いますね。ただし、アーカイブ内のムービー視聴機能はこの時には使えないよとなっております。で、もがきシステムが変更されて、左右にね、カチ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 動くようなね、スキルチェック、スキルチェックをね、合わせるような、 もがきシステムが、えー、ずっとね、えー、ベータとして実装されてたんですけど、まあ、あの全部ね、まあ、それに移行して、でまあ、今までグレート、スキルチェックでグレートを出すと、えー、もがきの、ね、ゲージが伸びてたんだけど、えーまあ、そのもがき、グレートを出した時のね、えー、もがきの、えー、もがきゲージのね、まあ、上昇がなくなって、その代わり、えー、横に触れるようになったと。 ただし、その、横に触れる、触れすぎると、あの、ま、キーマウでやってる人は多分大丈夫だと思うんですけども、コントローラーでやってる人が、なんか、大変そうなので、えちょっと私、コントローラーでやったことないんで分かんないんですけど、えまコントローラーのね、入力処理を改善して、こう、担いでる。担ぎがね、ま、大変じゃ、ま、ちょっとね、えま、楽になると。もがきによる揺れが軽減されると。 えいうことになったようです。えー、で、ゲームバランス調整。えー、もうないとですね。まあ、早速ですが。この前実装されたばっかりですよ。<laughs> えで巡回経路を作成するのに10秒間の制限時間を追加。えー、巡回経路を作るときに出す光の玉が、え経路が長くなればなるほど、えー、小さくなって、経路が10メーターを超えると生存者から完全に見えなくなるように変更しましたと。これがね、えー もともとその長い巡回経路を作る意味ってあんまりなかったんですけど、ナイトは。これでね、えー、まあチェイスチュ中とかにも、えー、まあ長い巡回経路を作りながらとか、えー、発電機巡回をね、衛、まあ、兵にさせるときに、遠くまでね、遠くの発電機をやっているサバイバーに気づかれないように衛、えー、兵をね、まあ、置けるようになったりすると、えー、いうことになっております。で10メーター以上の巡回経路を作ると、えー、自分のね、ナイト自身に戻ったときに足が速くなると。 えー、いうことになっております。えー、で、PTB の頃よりも、えー、時間が伸びたのかな迅速の効果時間が、えー、伸びます。はい。迅速ステータスがね、まあ、どれぐらいかもわかんないんだけど、まあ、どれぐらいなんだろうノーワンとかかなどれぐらいかなちょっとどれぐらいの速さになるのかわかりませんが、持続時間は、えー、巡回経路の長さによって変わると。衛兵が生存者を見つけたときは、 えー、巡回経路が10メートル、10メーターより長ければ、えー、発見時間、発見地点に、えー、飛ぶまでの、えー、時間が短縮されますよと。で、えーまあ、だから長い経路を作っておけば、えー、サバイバー見つけた途端にね、ピュンって飛んでいくと、えー、いうことになっております。で、えーまあ、追跡開始してからの、まあ、速さは変わらないのかな。 で、衛兵が発電機を破壊したときに修理進行度が交代する量を2.5%から5%に変更しましたよと。まあ、これで、えー、っと、まあ普通にナイト自身が、えー、蹴ったときは2.5%なので、まあどっちでね、蹴るかっていうのを選択できるようになった。えー、まあここはちょっと一気に減らしたいからナイトで蹴ろうとか。えー、ナイトじゃない、衛兵で蹴ろうとか。いや、海ラップを入れたいから、やっぱ自分で蹴るみたいな、ね、そういった 選択ができるようになりましたよと。えー、で、アドオンは、えー、まあ、ちょっとこんな感じで変更されております。えー、まぁ、あ、ナースですね。ナースが、まあいろいろ変更がありまして、えー、まあ、チャージが完全回復したときの効果音追加が、これが、まあ、まぁ、強化というわけでもないけど、あの、QOL の向上ですね。はい。 えー、で、ブリンク後に発生する攻撃はブリンク攻撃として通常攻撃ではなく特殊攻撃になりましたよと。これによって特定のパークとの相性が、えー、変わってきます。まあ、あの、ずさんな肉屋だとか、景気キけだとか、ノックアウトだとか、まあ、ムーブオービで言ったらノーワンエスケープです、えー、デボアホープ、とうとう、スターに憧れてなどなど、えーまあ、そういったパークがナ、えース、まあのね、ブリンク攻撃には乗らないようになったと。 まあ、ね。普通にずさん、ナース、強かったもんね。しゃーないと思います。はい。で、アドオンがいろいろ変更されまして、まあ、ここら辺はんだろう、気になるの見ていこうか。えー、っと、まあ、あの、単純な弱体化単純、まあ、数値変更入ってるやつは、 あバットマンの最後の一息だけはちょっと強化なのか。それ以外は、大体、放火量が、いや違うな、ちぎれたしよりも強くなってますね。なんか、ベリーレア、ウルトラレアが、なんかこう、強くなって、放火が弱くなったみたいな感じかな。確かマッチ箱、マッチ箱もそうだよね。強くなってるね。えー、で、 えー、重く息切れする時は、えー、距離増しの、えー、レアアドンですね。えー、これは、えー、ブリンク後の突進攻撃の距離が30%増加と。これがなんか結構使いやすかったそうです。はい。PTB では。で、吐かない息切れはチャータンですね。えー、ブリンク攻撃が重症のステータス効果を与えると。まあ、ずさんなまあ、ずさんなりケアは今は出血の方が強いからね。 まあ、重症だけっていうのはちょっと、うーんって感じはしますが、まあ、しゃあないのかな、重症出血までつけちゃうと、さすがに強すぎるのかな、というふうに思いますね。で、キャンベルの最後の一息は、これは、あれだね、あの、フルチャージブリンクの後に、え、もう半分の距離飛ぶっていうやつだったんだけど、即座にね、即座にブリンクするってやつだったんだけど、 その2振り目二振り目が、ま、最初20メートル。フルチャージの時20メーター飛んだら10メーターだったのが20、20になるよと。と、えー、いうことになります。はい。で、まあ、バットマンはシンプルに強化。カバナーはー距離増しのベリーレアですね。えー、ブリンク後に疲労する時にな、ナースの周囲8メートル以内にいる生存者に60秒間目ら増しのステータス効果を与えると。うん。8メーター以内。 60秒間目くらまし。うーん。まあ、なんか、強さ的にも重く息切れする時の方が強いと思うんですけど、目くらまし自体がね、なんか、めちゃくちゃ強いってわけではなくて、まあ、あの、今、目くらましっていうと、あの、不安を煽るものがあるんですけど、あれは発電機を触っている間、ずっと見えなくなる。 っていうので、で、まあ、その、目くらましの時間がめちゃくちゃ長いから、どう、どうにかなるんですけど、あの、8メーター以内ってことは、まあ、基本的にチェイスしてる人なんですよね。<laughs> それを考えると、チェイスしてる人が、まあ、ナース相手に目くらましになったところで、まあ、ナースなんでオポチュニティとかもそんないらないんですよ、ねまあまあ。多少絆とか、絆でなせらないようにとか、 そういうのはあるんだけど、なんかまあ、そこまで強くはないのかなというふうに思います。で、ジェナーの最後の一息。あ、これ PTB から変わったんだね。えっ、ー、と、まあ、5ブリだとか7ブりだとか言われてましたが、えー、もともと1回飛んで、えー、元に戻るみたいな。えー、ブリンクのチャージを使って元に戻るみたいな。 えー、効果だったんですけど、えー、その元に戻る時に、えー、ブリンクチャージが回復すると。で、全てのブリンクチャージを使い切って戻ることができて、その時にブリンクチャージが全て回復するみたいな効果だったんで、まあ、3振り、ちぎれたしおりとね、合わせて3振りプラス3振りで戻るので1振り、また3振りみたいな。えー、これが、ねまあ、7振りって言われてたやつなんですけども、まあ、戻った後に回復するのを。 が、ま、1チャージ分に変更されたと。え、いうことで、ま、妥当かなと思います。はい。で、ちぎれたしおりは、3回ブリンクできるよっていうやつですね。ま、マッチ箱は、えっ、ー、と、トホナース御用達の、えぇ、ー、アドオンで、けいするこきは、けいするこきは、けいするこきもあれだね、とほナースだよね。 痙攣するこき。そうだね。えー、っと、あの、叫び声上げるやつは別にもう効果音とかあったところで。だし、まあ、はい。痙攣するこき、あの、ちょっとあの、平べったいような、あの、四角いなんか瓶から、もわももあって <laughs>、出てるような、絵の、絵のアドボンですよね。はい。叫ぶやつなんだっけまあいいや。<laughs> で、まあ、ナースにまあ専用 BGM が追加と。えー、でまあマップ変更、カラスの巣、カラスの巣が、えー、まあ、狭くなったと、えー。前話したんですが、前の動画で話したんですが、今が、今、今というとなんか語弊があるけど、えー、6.4.3までは、えー、と。 9,984平方メートル。で、まあ、えー、カラサノスの巣、オーモンド、えー、どこだっけカラサノスの巣、オーモンド、山岡邸、フラクチャードカウシェット、ええー、グローニングストアハウス、ええー、他か,か、ええー、と、ええー、同じ、 面積だったんですけど、これが確かに、ね、7%ぐらい減って9472平方メートルかな。あの数字で言うと分かりづらいんですけど、えー、マップ面積で言うとレリー記念研究所とかバダム5ですね、えー。バダム幼稚園5、バダム幼稚園の中では一番広いマップと同じ面積に、えーまあ、なったと、えー。あのマップが正方形になったことで、まあ よりね、まあ発電機が偏りやすくなったんじゃないかなと。発電機の位置が近いかな。まあレリケンとかバダム5とかって割と長方形に近いマップ。まあレリケンなんかもまさにめちゃくちゃ長方形なんですけど。まあ結構なんかこう、発電機遠いじゃないですか。遠い。まあ偏ると近いんだけど、その方、こ橋によって、なんていうのかな。こう橋に寄らなければこう、 ね、あのそのどっちかの端によるみたいなことがなければ、まあ、基本的な発電機の距離は遠くなりがちなんですけど、まあ、カラスの巣は新しいカラスの巣はなんか割とその偏りをこう通電しても意外と距離が近いから守り切られちゃうみたいなことがあるのかもしれないですねえー、でまあそんな感じかな えっと、そうだね。発電機がより均一にっていうのを、えー、書いてますね。え、チャレンジ。殺人鬼チャレンジ闇の勝利。なんだそれ。わからん。これあれか、アーカイブのチャレンジね。まあまあまあ、ここら辺はなんか、修正みたいな感じでしょう。えー、で、パークベルトを閉めろが効果変更。 品種、えー、の生存者がどれぐらい回復してるかっていうメーターが、えー、アイコンで見れるようになったんで、えーまあ、その回復度を見る効果がなくなって品種の生存者を回復させるともともとはオーラが見える効果だけだったよねだったんですけど、えー、迅速効果もつくようになったとキラーのオーラが見える効果に加えて、えー、迅速効果を得ることができるよと、えー、いうことになっております でオファリング、誇りだらけの首つに出はわ、えー、死んだ犬の酒場ですね。に行く、えー、オファリングが、えー、変更されたと。まあ、理由は不明です。はい。えーでまあ、ゲーム内スターも変更来てますよと。で、問題の修正。うん、まあ、これはいつも通りなんか気になるのを見ていきますか。えー、どう えー、ナイトの一番下、選択は君次第だ、天秤ですね。生存者が釣られているフックのすぐ近くで特殊能力を使って、本体を残して巡回経路を作成モードで離れたとき、えー、パークの効果が発動する問題を修正しましたと。えー、だから、その,キの、えー、キラーの位置判定が、キラーの位置判定が衛兵に行ってたのが、えーまあ、ちゃんとナイトに、えー、判定があるようになったと、えー、いうことですね。 で、殺人鬼スピリットはなんかいろいろバグってるんですが、なんか、私、あんまやらないから知らないんだけど、なんか、サバイバーの足音が聞こえないバグがあるらしいですね、スピリットは。フェーズウォーク中に。はい。そういうのも <laughs>、直さないと、まあ、スピリットって音が一番大事なキラーなんで、まあ、オーディオ関係はね、早めに直してほしいかなと思います。 そして、はい、ツインズ、ようやく修正きましたよ。えー、もうね、あの、操作ができなくなる問題があって、もう、ね、もう今、もともと見なかったのに、さらにバグで見ないみたいな、えー、キラーだったんでね、えー、まあ、治って、ま、使われるかどうかは知りませんけども、ま、少なくとも全く見ないみたいなことはないんじゃないかなと、えー、思います。はい。 で、はい、ーグ、生存者。えー、っと、生存者はないね、特に。特に気になるのは。え、サツインキパークも大丈夫。マップは うん、まあ、はい。えー、その他。えー、不正に5個以上のパークを装備することができる問題。それはチートでしょ。ふ <laughs> それは発掘してるのでは。どうなんでしょう。なんかね、あの、DVD、チートとかで調べると、なんかいっぱいパークつけてるキラーがいるぞ、みたいな。 えー、動画ね、よく見ますけども。まあ、そういうことができなくなったのかな。チートでもできなくなったのかもしれないね。はい。えーっと。他には。まあ。あ、で、あと、下から4番目。 えー、新もがきシステムのスキルチェック時にカーソルの表示にラグが発生する問題。結構ね、なんか最近、あの、もがきのスキルチェック不安定だったんですけど、まあその問題も修正されると。えー、いうわけですね。PTB からの変更も、変更というか修正ですね。もありまして、うーん、なんかあるかな。 まあ特にはないか。殺人鬼ビッグエイヘンナイトツインズナースナイトメアリージョントラッパーエクセキューショナーえパーク終末期とどめの一撃 なんで終末期のところだけ点がないんでしょうか <laughs> ああね、隠れ場なし。隠ればなしですね。えー、と、効果の範囲、えー、発動範囲が殺人鬼中心ではなく破壊した発電機が中心だった問題を修正しましたと。これ、確か6.4.1かな ?6.4.1 のアップデートで、確かこういう、なんか、 もともと6.4.0で隠れ話が実装されたときは大丈夫だったんだけど、6.4.1になったときに、えー、なんかバグってしまって、まあ、それがようやく修正されたと。えー、いう感じですね。 まあ、そんなもんか。な。生存者のアクション表示機能に発電機の修理進行度が表示されない問題。これは、まだ実装しないって話なのだよ。これは基地の問題なの。もうすでに実装するつもりだったけど、なんか、できてなかったみたいな。そんな感じなの。 おとといですけど、アナウンスが。こういう機能追加。結構大事な話なんで、早めにやってほしいですね。えー、まぁ、あ、なわけで、はい。まいろいろありますが、新しい環境を楽しんで、えー、やっていきましょう。えー、というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。